いやー、なんやかんや19日目だもんな。あと10日ちょっとでマリアさんともお別れでしょ。あー、いやーね、なんかマリアさんの人柄がだんだんよく見えてきた頃についに終わりっていう感じになっちゃうよな。やっぱり毎回、もうこれ4週目だけど、それでも少し寂しさがねえ、こうやって感じちゃうもんね。よし、じゃあ動いてみようか。いやでもさ、あとさくらさんとすみれさんを残してる状態なんだけど、やっぱこのロビーになんでさくらさんがいるのかなとかさ、この衣装部屋にすみれさんがいるのはなんでなんだろうなーとかってやっぱ気にはなってくるよね。こういうのも残りの5週目6週目で拾っていくのが楽しみだよね。あー、大河くんちょうどよかった。なんだなんだなんだ、またお手伝いか。なんかどっちかっていうとほんと雑用係だもんな。あ、なるほど、あなたの日頃の鍛錬の成果を見てみたいから一緒に来なさい。ミニゲームかな、また。あ、愛と青春の早打ちですね。よし、まあこれ多分カットしちゃうと思うけど、やっていきましょうか。あー、あとちょっとでパーフェクトだったのにな。マリアさん、やっぱ序盤は手抜いてんのかな。なんか随分簡単に先を取れたなって感じだったな。8連勝だったんだよね。うわ、ちょっとマリアさん本気出してきたな。なんか2ラウンド目になったら急にマリアさん拍車をかけてきた感じがあるな。なんだこれ。やっぱりなんか極端にマリアさんが2ラウンド目で強いのと、各ラウンドの最後3回ぐらいでスピードを上げてくるんだよな。だからこう狙い時っていうか勝ち時があるように作ってんのかな。ここのラウンドは勝てるよっていうのがうまく作ってんのかもしれないね。で、2ラウンド目でマリアさんに取られてプレイヤーが焦るようにできてんのかもしんないね、もしかしたらね。ちょっとその辺気になるな。そういう真実あんのかな。マリアさんの集中力にね、波があるようにできてんのかね。大河くん、やるわね。今後もその調子で心と体、そして技を磨いていきなさい。さあ、すぐに訓練が始まるわ。急いで支度して。じゃあ頑張ってね。そりゃ訓練前の朝の短い時間にマリアさん連れ出してこんなガチガチの対戦をしだしたってことだよな。ずいぶんハードスケジュールをやるよな。こんにちはタイガー、ほな訓練始めようか。でもまあそれだけこう隙間を縫って帝国歌劇団花組が鍛錬を行っているっていうことでもあるのかな。ほんのちょっとした時間も訓練をパッとやってるっていうかね。お疲れは。結構ええ感じにできるようになったや。これからもこの調子で頑張りや。ほら、本日の午前の訓練これにて終了や。もし仮にね、そうだとしたら、なんていうかな、やっぱ帝国歌劇なんてギチギチに日程を詰めてね、自分たちを磨いていかなきゃいけないっていうほどシビアな生活をしてたのかもしんないよね。あれ、マリアさん、何をやってるんですか？ああ、大河くん、タロット占いをしているの。タロット占い？ほえー、珍しいこともするね。面白いな。読書とかだけじゃないんだな、こういうマリアの趣味に近づくエピソードはね。そうだわ、大河くん、あなたも占ってあげる。そうね、組織の中でのあなたの役割というのはいかがかしら。何これ、面白そうじゃん。なんかこの最後ね、帝国歌劇団花組入隊1ヶ月終わった後にあなたは何に向いているとか出るじゃん。雪組隊長とかね、夢組隊員とかね。だからなんかそこにも結果とかに影響したりすんのかな、こういう占いとかがね。
というふうなイベントなんでしょうね。さあ、この中から1枚カードを引いて。おー、なんかちゃんとタロットっぽいカードじゃんね。こういうのもドットで表現してんのいいよね。じゃあ、なんか右端のあの、ちょっと紫っぽいカード気になったな。右端のカード引こうか、じゃあ。奇術師のカード。空想力、発明、技術的なこと、経験に富んだ姿。なんか、空想力とか発明とかって聞くと、コーランっぽいイメージがあるよね。あなたは、組織に属さない、一匹狼タイプね。昔の私を思い出すわね。なるほどな。そうだよね。結構マリアのね、ね、前日譚である桜大戦前夜とかを見るとね、どちらかというとマリアがこう孤独に過ごしていたっていうイメージがあるからね。まあ、詳しくはちょっと小説自体を読んでいただければと思うんですけどね。ま、これはあくまで占いだから、これを一つの判断材料とするくらいの気持ちでね。なんか面白かったなぁ。いいね、こういうイベントもね。へぇ、面白い。いや、なんか、これちゃんとね、書いてんのが面白いよね。シナリオ一つ一つがね、よくできてるからね。あ、命中率また上がったな。だいぶもう命中率もマックスに近い感じだもんね。逆にね、なんていうかな、まあ、このパラメーター見ながらだけど、命中率の訓練必ず1週間に1回やるから、ここまで来ちゃうと逆にもったいないんだよな。他ぴったり同じパラメーターだな。こう几帳面なね、きちっとした数字の並び方だったよな。じゃあマリアさん、テラス、やっぱテラスによくいるな、マリアさんね。銀座をよく見てるんだろうな。あら、タイガ君、体験入隊も残すところあと1週間ね。タイガ君自身、帝国歌劇団で何を学んだのかしら。そうだな、なんかもう、まあ、客観的に見ればこれが4回目の体験入隊になるけど、何を学んでるんだろうな。まあ、なんかやっぱり花組一人一人の人柄を一番見ることができてる気がするよね。コーランにはコーランのストーリーがあるし、バックボーンがあるし、マリアにはマリアのそれがあるしっていうのはね、それをこう動画として撮ることによって、視聴者の皆さんと一緒にね、帝国歌劇団花組っていうもう30年ぐらい前からいるキャラクターたちの人となりっていうのを深掘りして一緒に見ている気がするんだよな。まあ、てことは、ヒロイさんや赤堀先生のね、世界の生み出し方を学んだのかもしれないですね。なんだろうな。まあ、真面目に答えるでいいか。ここはね、変に軽々しくしたりとかしないでね。いろいろなことを、すごく自分のためになりました。そう。そう言ってもらえると嬉しいわ。そうか、なんか今のタイガの言葉すごく曖昧すぎて、何学んだのか全然分かんなかったけどな。なんかもうちょっと具体的に喋ってはどうって思ったけどな。見回りの途中に悪かったわね。じゃあおやすみなさい。でも本当にね、なんか曖昧にしてることによって、こうプレイヤー次第にできる余白を作ってくれてたような気もするよね。私がやれば私の感じたことがあるし、あるプレイヤーがやればあるプレイヤーが感じたねことを、そこのいろいろなことっていう言葉の中に収めたのかもしれないしね。いや、もうなんやかんや土曜日だな。また戦闘あるもんね、模擬戦闘がね。なんか気になるのは、私だけですか？このアイリスが中庭にいるのと。
アイリス、ちょっといいかな。何、ちにちゃん。あ、出た、プレゼント。前やったかな。アイリスの時にプレゼントってあった？アイリス、これ田舎から送ってきたんだけど。え、なになになに。さて、どれを渡そうかな。あー、蜂蜜が前あったんだよな。百科事典。山水画とかも、あの百科事典を送ってくる家ってよくわかんないな。前回蜂蜜を渡したんだよな。ちょっと百科事典渡してみる。いらんだろうな。百科事典だけど読む？あ、喜んでくれるんだ。へえ、面白い。意外だね。は、押し花作るのにちょうどいい。ありがとう、ちんにちゃん。あ、そうか、まあそういう使い方もあるんだな。押し花といったらね、カンナの花子らのストーリーモードがね、印象に残ってるけどね。よければちょっとショーツにしてるので皆さん見てください、そっちもね。じゃあ行こう、ジャンポール。そっか、百科事典でも喜んでくれるんだね。あ、これは面白い発見だったな。へえ、いや、やっぱなんかダメだと思ってもちょっと試しにやってみるのっていいね。よっしゃあね、第3週の模擬試験行ってみましょう。模擬戦闘、まあ今回ももちろんマリアさんの期待でいきますよ。命中率重視でいきます。よし、模擬戦闘だからといって気を抜くんじゃないぞ。では始め。よし、じゃあまあこれはカットかな。うん、まあ楽勝でしたね。どうしてもまあ残り体力はこれぐらいになるんだろうな。かわすとかを選んで一か八かでいったらまた話は別だろうけどね。やったな、タイガ君、なかなかの戦いぶりだったぞ。このことは米田中将にも報告しておくよ。もう連勝ですよ。ここまでパーフェクトできたのは初めてか。あら、タイガ君、見回りご苦労様。マリアさん、こんな夜遅くにどうしたんですか。眠れなくてちょっと考え事をしていたの。それじゃ、なんか意味深だな。いつも別に選択肢のないイベントとかになるともうちょっとね、あっさりとした言葉になるんだけど、なんか顔をわざわざあからめて、うん、考え事とか言い出すほどになるってなんか意味があんのかな。さてと、あとは日記をつけて寝るだけだ。マリアさん来てくれたね。タイガ君、いるかしら。はい、どうぞ。夜遅くにごめんなさい。タイガ君は明日暇かしら。まあ日曜日だからね。美味しいコーヒーを飲ませてくれるお店があるんだけど。あら、いいじゃない。そういうの美味しいね、嬉しいよね。散歩がてら一緒に行かない。マリアさんがね、そういうとこ誘ってくれるなんて、まあ花組からしたらきっと珍しいとかって思うだろうしね。どっちかっていうと硬いイメージのある人だからね。ぜひお供させてください。またタイガの答え方も随分ね、紳士の答え方だよな。お供するとかね。では明日の朝1階のロビーで待ってるわ。遅れないでね。おやすみなさい。なんかそっかそっかっていうのもなんか浅い答え方になっちゃうけどね。うん、でもなんかタイガっていう一人の少年がね、ちょっとこう成長して大人っぽくなってるような、見届けられてる気持ちになるね。うん、じゃあ早速マリアさんとのお出かけになるね。今日はマリアさんと美味しいコーヒーを飲みに行くんだよな。なんか美味しいコーヒーを飲みに行くっていうお出かけの名目、なかなか なくないですか皆さん。誰でそれさんと美味しいコーヒーを飲みに行く日っていうね、お出かけちょっと大人すぎない。急いで着替えなくちゃ。マリアさん、おはようございます。おはよう、大学。じゃあ行きましょうか。よし、じゃあお出かけですね。まあこれよく見るカフェのね、絵ですよね。このお店よ。
さあ入りましょう。まあいつも言ってるけど、新桜でもね、あのランスロットがいたりとかするもんね、喫茶店にね。いい香りね。タイガ君はお砂糖いくつ？ブラックだけどな。あ、でも1個とかもあるんだな。これ黙ってればブラックになるのかな。どうなんだろう。砂糖は入れないよね。私と同じだわ。あ、やっぱりそうなんだな。タイムオーバーだとブラックになるんだね。ね、なんか砂糖のあるコーヒー、まあたまーに飲みたくなるけどね。でもブラックがやっぱ一番いいよな。あと何か入れる？これも別に、あ、ウインナーを入れるとかもあるんだね。面白いな。まあくるみとかもいいけど、何も入れない方がいいわ。ミルクなんかは入れないのね。私と同じだわ。お味はどうかしら？やっぱり美味しいよな、間違いなく。美味しい。お、いいね、マリアさんのコーヒー飲んでるカットなんだな。ふふ、よかった。そうだわ、タイガ君、体験入隊についていろいろ聞かせてくれないかしら。いや、どんな話したんだろうな、マリアさんとね。そうなの。はあ、いけない、もうこんな時間だわ。ね、つい時間を忘れるほど夢中になって二人で話をしたんだろうな、きっとね。そろそろ帰りましょうか。あ、どうだろう。こりゃもうもっと一緒にとか、あとどうなるの？もっと一緒に。そう言われると嬉しいわね。ふふ。でも、もう時間よ。さ、帰りましょう。まあ、マリアさんも悪い気はしないんだな。タイガにそう言ってもらえてね。ふ。今日は楽しかったな。おっと、もうこんな時間か。そろそろ寝なくちゃ。ね、マリアさんってどっちかっていうといつもね、もうずっと言ってるけども、気を張り続けてるような人っていうイメージがあるからさ、こういう風にタイガ君との出会いによって、ちょっと一息休める時間っていうのが得られたっていうのが、なんか客観的に見てね、そのタイガ主観で見た時にマリアさんにそういう時間を作ってあげられたっていう風な意味でも嬉しいし、マリアさんにとってタイガっていう新しい仲間がね、来たことによって、そういうちょっと休める時間っていうか、息をつける時間っていうのが得ることができたんだなーって思えると、なんかすごくこちらもね、温かい気持ちになれるよね。さあ、じゃあいよいよあと1週間ですね。マリアさんたち、那花組とどんな思い出が作れるのか、ぜひ一緒にね、見届けてください。では、次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。見てくれた全国の隊長にケレ。